特定外来生物による生態系等にかかる被害の防止に関する法律は外来生物の規制及び防除に関する日本の法律である。法令番号は平成16年法律第78号2004年6月2日に交付され2005年6月1日に施行された外来生物法外来種被害防止法などと略される外来生物法 特定外来生物被害防止法と通称される。日本在来の生物を捕食したり、これらと競合したりして、生態系を損ねたり、人の生命、身体、農林水産業に被害を与えたりする、あるいはそうする、恐れのある外来生物による被害を防止するために、それらを特定外来生物等として指定し、その使用、栽培、保管、運搬、 輸入等について規制を行うとともに必要に応じて国や自治体が野外等の外来生物の防除を行うことを定める。この法律では生態系、人の生命、身体、農林水産業に被害を及ぼしたり及ぼす恐れのある外来生物の中から規制、防除の対象とするものを特定外来生物として指定する。その指定は 学者などの意見を聞いた上で、主務大臣である環境大臣によって行われ、政令に定められる。特定外来生物は生存しているものに限られ、個体だけではなく、卵、種子、器官なども含まれる。特定外来生物とは別に、生態系、人の生命、身体、農林水産業へ被害を及ぼす疑いがあるか、実態がよくわかっていない。 海外期限の外来生物は未判定外来生物に指定される。輸入する場合は事前にシ務大臣に対して届け出る必要がある。外国から生物を輸入する場合、税関でその生物が特定外来生物または未判定外来生物かどうかをチェックすることになるが、特定外来生物等と外見がよく似ていて、すぐに判別することが困難な生物がある。 これらは種類名証明書の添付が必要な生物といい、外国の政府機関等が発行したその生物の種類名が記載されている証明書を輸入の際に添付しなければ輸入できない。詳細は環境省サイトを参照。2005年1月31日、環境省は特定外来生物に指定する第1次の候補リストを発表した。 六分類群の32種と1か4属、合わせて37の動植物がリスト入りした。このリストは発表日の特定外来生物等専門家会合で承認され、その後一般から意見を聞く、パブリックコメントを経て、再度専門家会合を開き、2005年4月22日に閣議決定され、4月27日にリストが指定された、政令が交付された。 本法とこの精霊は6月1日に施行された。大口バスは釣り合い公者の反対もあって、分類別の専門家会合で候補リストから外され、一旦は半年をメドに検討することが決定した。その後、環境大臣、小池由里子が指定回避は先送りと批判されても仕方ないとして、担当部局に再検討を指示した結果、一転、盛り込まれることになった。 このリストには随時追加が可能であり、指定対象は今後も増やされる見通しである。外来クワガタやミシシッピアカミミガメ、中国モクズガニなどは生態系への影響が指摘されているが規制が難しいなどとして候補リストから外され、要注意外来生物として公表された。これらについては引き続き指定が検討されることとなった。温室トマトの事故など、 農業用に使われる西洋大丸花鉢もリストから外れたが、1年後の指定を目指して議論が続けられることとなった。上記の第1次指定種に加え、下記の種が第2次指定種として2005年12月14日に追加指定され、2006年2月1日に施行された。2006年7月21日追加指定。同年9月1日施行。 2007年8月3日、追加指定。同年9月1日施行。2007年11月16日追加指定。2008年1月1日施行。2009年12月11日追加指定。2010年2月1日施行。2011年5月18日追加指定。2011年7月1日施行。2013年7月5日、追加指定。 2013年9月1日施行。2014年5月27日追加指定。2014年6月11日施行。2015年1月9日追加指定。2015年3月1日施行。2015年8月21日追加指定。2015年10月1日施行。2016年8月15日追加指定。 2016年10月1日施行。2017年11月21日追加指定。2018年1月15日施行。2020年9月11日追加指定。2020年11月2日施行。懸念が指摘されている生物については、要注意外来生物として、特定外来生物への指定を視野に入れべっと、 指定されていたが、2015年3月26日をもって生態系被害防止外来種に制度を変更した。以下の4つのカテゴリーに2009年2月現在で計148種類が選定されていた。被害にかかる一定の知見があり、引き続き指定の適否について検討する外来生物被害にかかる知見が不足しており、 引き続き情報の集積に努める外来生物選定の対象とならないが注意喚起が必要な外来生物別途総合的な取り組みを進める外来生物違反に対しては罰則が設けられている。特定外来生物について販売、販布目的での使用、不正な使用、許可のない輸入や販売、野外へ放つなどの行為に対しては 個人には3年以下の懲役や300万円以下の罰金、法人には1億円以下の罰金が課される。また、特定外来生物について、販売、販布以外の目的での使用、未判定外来生物について、通知なしの輸入に対しては、個人には1年以下の懲役や100万円以下の罰金、法人には5000万円以下の罰金が課される。やが禁止されているため、 ペットであった特定外来生物が使用許可を得られぬままとなった場合、またそれらが繁殖し、生じた次世代個体は事実上殺す以外処分の方法がないことになる。これに対し、動物愛護団体から異議が申し立てられている。外来生物法においては、野生の特定外来生物の防除は、特定外来生物の種類、防除の区域及び、期間、 防除の方法などの事項を公表して指定し、防除の実施は国もしくは自治体、または環境大臣の認定を受けた NPO 等の団体が行うものとされている。外来生物法に基づく防除については、鳥獣の保護及び管理並びに、飼料の適正化に関する法律の規定は適用されない。 特定外来生物が動物である場合には、動物の愛護及び管理に関する法律により、殺処分はできる限りその動物に苦痛を与えない、方法によってしなければならないとされている。その他、動物愛護法に関する事項の詳細は、動物の愛護及び管理に関する法律を参照の、こと。ありがとうございます。